今日は無性に富士そばを食べたくなったので富士そばを食べに来ました。じゃあ途中下車して富士そば食べに来た富士そばを食べたいと思います。今日は紅生姜天そば食べたいと思います。紅生姜天360円でした。紅生姜天のおそばです。お待たせしました。でもこの時点で匂いがすごいふわっと広がるような紅生姜の匂いがしました。一味をかけていただきます。富士そばらしいそばで美味しかったです。おつゆと染み込んで天ぷらもいい感じになっていました。紅生姜の匂いと味がしっかりする天ぷらです。富士そばのおそばという感じで本当に美味しいおそばでした。で途中下車をして富士そばいただきました。また来たいと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。